エンジン出力よし、カタパルト射出用意よし、相良航空隊発艦用意よし。今回の出撃もご安全に。北の峰の FFF、フューチャーファイティングフォース始まります。こんばんは。私は北の峰と申す者でございます。今回も DCS デジタルコンバットシミュレーターのゲーム実況をしてまいります。今回操縦する機体は F-14B トムキャットという米海軍のかつての主力戦闘機でございます。それではエンジンスタートアップを始めてまいります。 F-14 は時期にバッテリーを装備しておりませんので、まずは地上クルーに対し電力供給を要請します。次に、イジェクションシートのセーフティーを解除、機内酸素供給をオン、そして F-14 という機体は2人乗りであるのでございますが、後ろの席の、こちらジェスターという AI が進めておりますが、これにスタートアップを命令。ICS カムチェックと言われたらばラウドクリア返します。これでスタートアップが開始します。そしてエンジンのスタートアップにつきましては、こちらのエンジンクランクですね、F-14 にはエンジンが2機ございますので、まずは左エンジンから始動します。エンジンクランクを左に倒しますと、こちら RPM というエンジンの回転数が上がってまいります。そして、ここ20% まで達しましたら、このスロットルの左エンジンの部分を入れます。すると、どんどんとこのメモリが上がってきますので、エンジンがスタートアップいたします。そしてこのエンジンクランク真ん中に戻りましたので、これにて左エンジンのスタートアップが完了いたしました。次に右エンジンも同様にスタートアップいたします。これで左右のエンジンがスタートいたしました。次に各種装置の電源を入れていきます。まず AFCS、 これは飛行を安定させる装置ですね。これをオンにしまして、これは真ん中、多感は PR、 多感というのは無線でもって磁気の位置を判明させる、特定するものです。で、これがなんかコースの位置、レーダー高度計をオン、水平儀をオン、ミラーをオン、で真ん中のディスプレイをつけていきます。まずは VDI、 これは真ん中の中央の、ディスプレイですね。これはまあ水平儀のようなものです。次に HUD、 これは正面の、
一つの景色に重なる表示ですね。で、HSD、これが一番下のディスプレイで、これは磁気の向いている方位を表すものでございます。続いて、RWR をオンにします。RWR というのは、レーダーウォーニングレシーバーの略、まあ、すなわち、レーダー警報受信機の意味でございまして、敵機からレーダー照射、ロックオンを受けた際に警報を鳴らすものとなります。次に、これは機外灯ですね。機外のライト、これをオンにしていきます。まあ、これだけだとつかないんですが、マスタースイッチをオンにすれば、このように点灯いたします。次に、エアソース。まあ、これはエアコンですね。これはボース。次に、可変翼。この F14 の翼を広げます。これは、前に倒して、カバーを閉じて、ウィングスイープをオートモーチに置いて、マスターリセットを押せば、はい、これで速度に応じて、翼が開閉するようになりました。以上で、まあ、一通りのセットアップは完了いたしましたが、まあ、ちょっとこの F14 と言いますか、現代の飛行機は大抵アラインというものをせねばなりません。アラインというのは、今自分の飛行機が地球上のどこを飛んでいるのかというのを、認識するための装置を、初期化する作業となります。これをしなければ今自分がどこを飛んでいるのか、正しく把握できませんので、まあ、やっておかないとですね、もろもろレーダーとか、まあ、使い物にならないというものでございます。このアラインというのが、アイエンスゴーファインまで、これでアラインが開始されます。で、アラインの進捗はこの矢印が右端に来たら完了でございます。ということで、このアラインの間はやることがありません。何か面白いものでも表示できればいいんですが、まあ戦闘機ですのでね、そんな面白いものなんて都合よく表示されるわけが、あ、相良真由さん、あ、相良真由さん、え、ま、真由ちー、はい、まあね、アメリカ海軍の戦闘機のディスプレイの表示を変えたところで、相良真由さんが、相良真由さんの画像が表示されるなんてことはありえないわけでございますが、というわけで、相良真由さんのことについてお話ししようと思います。私が初めて相良真由さんを存じ上げたのが2020年10月、テレビアニメラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会を視聴した時でございます。私はこの、まあ、虹ヶ崎学園のテレビアニメ第6話にドハマりしまして、そしてそこで、相良さん演じる中須かすみ、かすみんのキャラクターに、まあ、キャラクターがいいなと思いまして、まあ、相良さんのこともそこで、まあ、お名前を存じ上げたのでございます。しかしながらその時点ではですね、まあ、ちょっと声優さんにハマるともう戻ってこられなくなるような気がしておりましたゆえ、意図的にですね、情報を、相良さんに関する情報を入れないようにしておりました。ところがちょうどですね、これと時を同じくして私の古い知り合いが相良さんにドハマりしまして、そこでですね、まあ、その知り合いを通じて、まあ、相良さんの、まあ、ご活動の情報が入ってくるようになりまして、それで、まあ、さすがに気になってですね、
まあ、相良 FFF という相良さんの個人の、配信番組がですね、毎週月曜の夜20時に配信されているという情報を、まあ、得まして、ちょっとまあ、気になったので、まあ、その FFF を見に行ったのが、2020年12月第7回放送の時でございます。この第7回放送というのは、放送開始1分2分ぐらいの時点でですね、相良さんが、首元にできたですね、赤いあざのようなものをめぐってですね、まあ、ちょっととんでもない方向に話題が展開していくという内容でございまして、それを見た時ですね、私は本当にとんでもないことをお話になるお方なんだなと非常に衝撃を受けました。そしてそこで、たちまち有料会員になってですね、その相良 FFF の有料会員になって、そして、その翌月2021年1月においてですね、この相良 FFF においてお悩み相談の企画がございまして、で私はまあその時点ですでに髪がなかったんですけれども、まあ、髪型をオールバックにするか丸刈りにするかというお悩みをお送りしたところですね、まあ、それが番組で採用されて、まあ、その企画がですね、まあ、番組内で相良さんに直接まあ、通話をしてお悩み相談をするというもので、まあ、ございましたけれども、まあ、そこでですね、まあ、髪がないとか、まあ、あと、ね、自撮りを送ってほしいと言われてお送りしたら大爆笑されて、まあ、それを見てね、いやこんなので笑っていただけるんだったら、いや嬉しいなと、嬉しいなと、はい、思いましてね、まあそういったことがきっかけで、まあ、よりね相良さんにハマっていったという経緯がございます。あ、ちなみに、なんで丸刈りかオールバックかで、オールバックなんでかと申しますと、これはですね、私が小学生の頃に見ていた白い巨塔っていうドラマの、主人公唐沢俊明さんが演じる財前五郎教授、まあ、元々は助教授だったのが、ドラマの途中からですね、浪速大学医学部の助教、浪速大学医学部の、教授になると。で、教授になった時にですね、髪型をオールバックに、するんですけれども、その姿が非常にかっこよくてですね、それに憧れて、私は、まあ、小中学校の時はダメだったんですけれども、高校大学時代はもう、ずっとオールバックにしておりました。はい、まあ育毛とかは失敗しました。はい、まあ、そんな感じで、相良さんに、ハマっていったのでございますが、まあちょっと相良さんにハマっていったですね、まあ、他の要因としてはですね、まあ、この相良 FFF という番組、非常に配信時間が長いものでございまして、本来であれば月曜の夜20時から1時間枠という話ではあるんですけれども、実態としてはもう1時間を優に超えて2時間とか3時間とか、そういった長い放送になっていきます。そして、まあ、それが毎週あると、放送自体が毎週あるで、まあ相良 FFF という番組には、まあ、会員が3種類ございまして、 A 席、S 席、SS 席、まあ、これら有料会員ですね。月額とかが違う、まあ、月額と特典内容が違うんですけれども、まあそれで、まあ、私は SS 席というところに入っておりますけれども、まあ、この SS 席というのはですね、非常に特典がすごくてですね、まあ、オフショットがまず非常に頻繁に、そして大量に更新されるというものでございまして、まあ、映像であれ画像であれ、まあ、いろんなお姿の相良様が、あ、アライン終わっちゃった、まあ、このまま相良さんのお話を続けますが、まあ、様々なオフショットがですね、本当に、絶え間なく更新されて、非常にですね、日常的に相良様を拝見する時間が多くなると。そして先ほども申し上げました通りですね、配信時間、その番組の配信時間そのものが非常に長いのでございまして、
まあ、このようにですね、相良様を本当に拝見する時間が非常に長いということで、もうそれでなんかもう日常的に本当に相良様をこうずっと見ているような状態、まあ配信とか、まあオフショットとかで、なんかそれでなんか自然ともう相良さんのことを考える機会、時間が多くなった、長くなったというのが、まあ一つハマった理由の一つ、というか知らぬ間にハマっていたというところですね。はい。また SS 席というのは非常に特典が他にもございまして、先ほど申し上げましたようなお悩み相談であったりとか、あなたがディレクターといって、視聴者から何かその特定のシチュエーションの台本を募ってですね、で採用された視聴者の台本をですね、直接その送った視聴者と通話をしながらですね、相良さんがその台本を読んでいただけるというようなコーナーがですねあったりとか、あるいは一緒にゲームができる、例えばジャンタマというあの麻雀のゲームですとか、あるいはゴルフイットか、ゴルフイット、あるいは最近だとポーカーチェイスというね、あのポーカーのゲーム、あとはデッドバイデイライトなんかもありますね。まあそういったゲームをですね、まあ、番組内で企画として一緒にやることができるというのもありますし、また番組外においてもですね、まあ、この相良 FFF の有料会員は、まあ会員限定のディスコードに、ディスコードチャンネルにですね、登録できるのですが、まあ、そこでですね、まあ、あの SS 席の、まあ、人に対してですね、相良さんが、まあ、ジャンタマやろうとか、まあ、フォーカー一戦やろうとか、まあ、そのようにお声掛け、唐突にあのお声掛けいただいてですね、で、まあ、そこで、いきなり、まあ、相良さんとゲームをすることができるということで、非常にね、ありがたい特典が盛りだくさんという内容でございます。ちなみに私は相良さんとはこの DCS を一緒にやりたいなって思っております。この DCS というゲームは、オンラインの、協力プレイが可能でございまして、まあ、この F14 という機体、2人乗りでございますけれども、前の席と後ろの席それぞれ役割が違いまして、そしてそれぞれの役割において、まあ、オンラインで、一緒にプレイすることができますので、まあ一緒に相良さんと F14 を飛ばせるような日が来たらなと叶わぬ願いを言ってみたりします。はい、叶わぬ願いです。まあそういった一緒にゲームが遊べるというような、特典があったり、あとはですね、まあ、何よりもありがたいなと思う特典が、私にとってありがたいなと思うのが、誕生日お祝いメッセージ動画というものでございます。これはですね、恐れ多くも相良真由様が、視聴者の誕生月に、その視聴者の、名前を読み上げた上で誕生日おめでとうというふうにですね、言っていただける、そんな動画を、お送りいただけると、はい、そういう特典がございまして、まあ、私ももうだんだんと20代後半となってですね、だんだん誕生日がありがたくないなと思えてくる中にあってですね、相良様にお祝いいただけるのはもう非常にありがたくて、もう誕生日のね、テンションがもう凄まじいものになりましたし、もう本当にあの動画届いた時なんかはもう再生するまでちょっと5分10分はこうためらいながら緊張しながらね、再生をした記憶がございます。はい。そしてですね、最後に、この相良 FFF という番組は毎回朝礼というコーナーを行っておりまして、その内容は SS 席という会員に対して、抽選で1名ですね、毎回1名、ランダムで選んで、選ばれた、まあ、その SS 席の視聴者がですね、そのディスコードで通話がかかってきまして、で、相良さんと、まあ、お話をするというような内容となっております。で、この朝礼というのは、まあ、何がきっかけで、相良さんを、まあ、知ったかとか、まあ、あと、相良 FFF を見たきっかけ、
そして、まあ、SS 席の得点の、まあ、何が一番良いかとか、あとは、まあ、相良様に何か一言伝えたいことがあれば、といったことを聞かれるのが、まあ、通例でございます。ということで、ここまでお話し、私がですね、ここでお話しした内容は、まあ、朝礼で、まあ、もし選ばれたとき、話す内容そのままとなっております。私はまだ朝礼で選ばれていないので、そして、まあ、しばらく当たらないかなと思っておりますので、あらかじめここで、朝礼で、問われたときに答える予定の内容を、まあ、申し上げてきたと。いうことでございます。いや朝礼、いや当たったらいいなと思うんですけどね。はい、長くなりましたが、そうですね、相良様にハマった内容をハマったきっかけとかですね、それについて、相良 FFF という、個人配信番組を、中心として、語らさせていただきました。まあ、本当にいろんな企画をやっておられる番組でしてね、それぞれ のエピソードとか、非常にそれぞれ濃いものがあるのでございますが、まあ、ここではご説明できません。まあ、でも本当に相良 FFF は、まあ、非常に良いなというところで、はい、今回は、お話は以上とさせていただきます。さて F14 の、発刊に戻ります。洗いが終わりましたので、地上クルーに対して電力供給の、解除を依頼します。地上電力を解除しましたので、パーキングブレイク解除、そして、まあ、空母のこの先っぽにあるカタパルトですね、カタパルトに向かってまいります。そしてカタパルトに向かうと、カタパルトの誘導員がですね、このように案内をしてくれるので、この合図に従って、進みまして、止まれの作業なんで止まります。止まりましたら、機種を下げます。これで、下がりました。すると、このように取り付け作業が始まります。でカタパルトの器具が取り付け終わりましたので、進めと言われてますね。さらに進みます。でまた停止ですね。はい、これでカタパルトへの、装着が完了しました。そして、この、右腕を上に振る合図ですね、これでもうあとはこちらの合図があれば、発進が可能であるという状態でございます。ということで、これより発艦いたします。まずはエンジン出力を最大にします。あとは、カタパルトの誘導に対して、合図を出すのみでございます。エンジン出力よし、カタパルト射出用意よし、相良航空隊発艦用意よし。今回の出撃もご安全に。北の峰の FFF、フューチャーファイティングフォース始まります。これで発艦いたしました。ギアを上げます。はい、これにて発艦が無事完了いたしました。
今回の動画は以上といたします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。